ダルジナはフランス生まれの競争馬である。主な価値案はプールデッセデプーリッシュ、ムーランド・ロンシャンショーなど。発音の関係からダージナと表記されることも多い。2006年の11月にサンクルー競馬場で行われた一般競争でデビューし、勝利する。2歳時代はこのレースに出走したのみで、実走は3歳になった2007年の4月に行われた。 プールデッセデプーリッシュのプレップレースである G3 競争グロット賞に出走し5ヶ月ぶりの勝利を挙げる。本番のプールデッセデプーリッシュではこの年のイギリスの戦技に予選し連投でこのレースに出走してきたフィンシャルベオに続く2番人気に支持される。レースではそのフィンシャルベオを差し切り頭っさで G1 初勝利を挙げる。続いてイギリスに遠征し 欧州三歳牝馬のマイル最強決定戦であるコロネーションステークスへ出走。しかしレースではインディアンインクの三着とデビュー以来初めての配送となった。フランスに帰国後はアスタルテ賞に出走。ここではコバ牝馬と初顔合わせとなったが難なく勝利する。続いてムーランド・ロンシャン賞では混合戦なのでメンツがより一層強化され。 ラモンティや、ジョージ・ワシントンといった強豪が顔を揃えた。しかし、それらのメンツに二馬審査をつける解消でボバ相手でも、引けを取らないことを証明する。しかし、その後は再び、イギリスに遠征し、クイーン・エリザベス二世ステークスに出走するも、前走で下したラモンティの七着と敗れ、さらに香港に遠征し、香港マイルに出走するも勝利を挙げることは、 できなかった。ここまでフランスでは一度も負けてないが、遠征すると、なぜか制裁を書くレースが続いている。2008年のドバイデューティーフリーに一時登録を行い、3月29日に行われる同レースに出走した。レースでは、ロスの少ない内側から一度は抜けて先頭に立ち、そのまま押し切ると思われたが、逃げた、JPEG の2の足に、 ゴール前で捕まえられて2着と赤敗しかし、同じ4歳品馬のウォッカやフィンシャルベオラや、ボバのリテラトや、アドマイアオーラには先着した。帰国後は、イスパーン賞に出走するも2着。続くクイーンアンステイクス、ロートシルト賞、ムーランド・ロンシャン賞、サンチャリオットステイクスでも2着と2008年は、勝ちきれないレースが続き。 結局一生もあげることができずに引退した。ありがとうございます。